今回のお話は、まあ、家電製品、まあ、電気製品が壊れたのが、まあ、一つのシグナルだよっていう話なんですね。で、人って、まあ、幸運不運とかすごい気にすると思うんです。まあ、嫌なことがあったら不運だなとか不幸だなとか、いいことがあったらラッキーだったなとか幸運だなとかって思うんですね。で、これ、物が壊れた時でも、その一つの暗示、まあ、シグナルとして理解することできることが多いです。で、どういうことかっていうと、特に家電製品のような、まあ、動きのあるもの、電気で動くものとか、まあ、観葉植物とかペットとかそういうものでも構わないんですけど、なんか立て続けに壊れるっていうことあると思うんです。これ物をなくす場合でも同じ似てる状態なんですけど、では何か通常とは違うような状態になった時、その時になんでっていうふうにしないこと、そんなことしてる場合じゃないんですね。壊れたってことはもうちょっと今やばいよってことを教えてくれてるんです。どうやばいのかが分かんない。今のこの私の話では分からないんです。状況を聞かないと分かんないんだけど、連鎖的に悪いことが起きる、悪いと感じることが起きる場合っていうのは、まあいい状態じゃない。あともう一つは、ストレスがかかってる時に物が壊れる場合っていうのは、まあいい状態ではないんです。で、いい状態ではないことを教えてくれてるだけじゃなくて、さらに悪くなるよっていうふうに教えてくれてます。だからここで止めるかどうかなんですね。止めるタイミングでもあるんです。だから壊れたことに対してとらわれすぎないことなんですよね。あ、これやばいかもっていうふうに教えてくれてる。特に大切にしてるものほどそういう傾向が顕著にありますね。で、逆に大切にしてないもの、まあ、例えば今日買ってきたものとか、まあ、先週買ってきたものとか、買ってきたばっかりのものですねが壊れた場合っていうのは、よく言うのは、まあ、気を当てられた、まあ、気を当てられたっていうのも言葉としてどうかとちょっと思うんですけど、合わなかったわけです。で、調子がいい時に買ったものはが壊れた場合は、今の自分は調子が悪いってことです。調子が悪い時に買ったもので壊れた場合で、今いい状態っていうんだったら、調子が悪い時に買ってるっていうのが分かるんです。要は自分の状態の変化に合わせて壊れやすいってことなんですよね。だから壊れないってことは同じ状態が続いてる。それがいいか悪いかは分かんないですけどね。で、それがいいか悪いかを判断するために出てくるのが、ストレスがかかってるかどうか、まあ悩みが大きいとか、まあ大変だなっていう時ほど物は壊れやすいですし、トラブルに巻き込まれやすい。で、その時に壊れてくれたことっていうこと自体が一つのタイミングなんです。今気をつけなさいって言ってくれてるから。で、あ、気をつけないといけないんだなって言って、今のこの不調に対してどうすればいいかっていうふうにもう積極的に対処していく。そうすると物はまず壊れなくなる。まあ壊れた物はとりあえず直すか捨てるかです。で、そしてかつ自分の今の状態を整理し直す。もう今がタイミングだから、このタイミングを逃すとさらに悪くなるか、あるいは良くなっていくかっていう瀬戸際にいるわけです。その物が壊れるっていうのをネガティブに捉える必要は全くなくて、ああチャンスが来たんだな、今気がつかないといけないよっていうチャンスなんですよね。っていうことを分かってると、まあ、家電が壊れた時、まあ、今回のお話は特に家電、要は動きのあるものって最初に言いましたけど、そういうものが壊れた時っていうのは、ああ今なんだなってすぐに対処を始める。壊れたものに対してもそうだし、身の回りに対して何か保留にしてるものがあるんじゃないか、自分の体もそうです。無理してたらこのタイミングで病気になったりします。あるいは病気が発覚したりします。だから今なんですよね。今何とかする、そういうシグナルだと思って対処されると、結果的にいい形にしていける。だから家電が壊れるとか何か物が壊れるっていうのは決して悪いというだけではなくて、まさに今がチャンスだよっていうことを教えてくれています。もし何か参考になるようでしたら参考にしてみてください。以上です。